ドロシー様、これはどうですか？素敵な布ですね。でも、どこに使うのですか？飾りにでも使えるのでは？では、ピンク色のものを集めてくれますか？はい、そう言うと思ってました。ちょっと味見してくれますか？ちょっとしょっぱいですね。そうですよね。やっぱり気のせいではありませんでしたね。レシピ通りなんですよね。レシピがいまいちな気がして、少々アレンジを。もう少しレシピを信用しましょうか。ドロシー様、これを見てください。枯れてしまいましたね。何が問題だったのでしょうか？日差しかもしれないし、水の量かもしれないし、原因はいろいろ考えられますね。農業は難しいです。大丈夫ですよ、またやればいいので。はい、そうしましょう。時間は私たちの味方ですから。ドロシー様は旅立った人たちのことを覚えていますか？全員は覚えてません。だから申し訳なく思うのです。私はドロシー様の記憶に残れるでしょうか？いいえ。ティナは絶対に私のそばを離れませんから。私が手放しません。はあ、今とってもかっこよかったですよ。そうですか。リリス様はどんな方でしたか？そうですね、一言で表現するのは難しい方でした。強くありながらも弱く、ちゃんとしているようでだらしなかったり、残酷でありながらも慈悲深く、冷酷なようで温かい、とても人間的な方でした。会いたくありませんか？会いたくありません。彼女は望みをすべて叶えて旅立ちました。すべて終わらせてここに眠っているのです。だからその先の姿は見たくないですね。この棺は皆さんの手作りですか？はい、グレンが滑らかな石を切ったのです。ピナの棺も作ってほしいと言おうと思ったのに。あれ、ありがとう、ピナ。私がくじけないように。ずっとそばにいてくれたのですね。ありがとうございます。絶対に忘れません。さようなら。ここで何をしてるんですか？早く行きましょう。
こんなに美しく広いのに、私の場所はどこにもないのね。奪ってやる。私たちが作り出したその楽園、必ず奪ってやる。あれは本当は私たちのものだったの